ジョン・クエンティン・ヘイダックは、チェコ系アメリカ人建築家、芸術家、教育者。米国ニューヨークで人生の大半を過ごした、ヘイダックは、形、組織、代表、相互関係の基本的な問題に深い関心を持っていたことでも有名。クーパー・ユニオン、シンシナティ大学、ハーバード大学デザイン大学院で学び、イオミンペイパートナーズのオフィスや、A、AM、 キニーアソシエーツのオフィスを含むニューヨークのいくつかのオフィスで働いていた。1965年に独立し、ニューヨーク市で活動を開始。ヘイダックは、クーパーユニオン・オブ・サイエンスアート・アドバンスの建築学科教授、1964年から2000年まで建築学校、1975年から2000年まで建築学校長を務めた。 他の多くの影響力のある教授の協力を得て、ルートビヒミース・ファンデルローへによるアーマーインスティチュートの入りの異工科大学への変容と比較されるような方法で建築の実践と批判的思考を変えた。彼の初期の作品とカリキュラムは、立方体、グリッド、フレームを探索する一連の演習から、 時々湾曲する壁に対抗して設置された対角線のコンテナ内に配置された正方形のグリッドを調べ様々な組み合わせで平面とと色湾曲したマスを使用した一連の実験に発展。彼の研究を支援するため1 9 6 7年にはグラハム財団から助成金を授与されており最終的に フランク・ロイド・ライトとルート・ビヒミース・ファンデル・ローへの影響を強く受けたジョン・ハイ・ジュクのハードライン・モダニズムの宇宙開発演習へ、神話と精神性の影響を受けたフリーハンドのフィギュア・オブジェクトを支持して興味から離れていくが、これは彼の本質を明確に表現している。ヘイダックの形状。 オブジェクトとその周囲の関係は物議を醸す主題であり、ピーター・アイゼンマンの初期の家によって提起されたものと同様の問題を提起していた。建築士屋のケイマエケル・ヘイズはヘイダックの建築物を遭遇の一つとして説明し、ヘイダックのオブジェクトを私たちのことを意識して対処するのは不可能だと考えていると解説。それでも私たちが望んだ。 自分自身の満足のいく反射ではなく、別のこと、私たちを振り返って、私たちを見て、私たちを置くことが、ポストモダンのラカニアの視点から彼の仲間の作品よりも文学として、ヘイダックの作品を明確に表現しているとしている。ヘイダックはニューヨークファイブラと共に多くの学校での建築教育に関係している。 その初期の実践は、ファイブアーキテクツ・オースティンのテキサス・スクール・オブ・アーキテクチャ・オブ・オースティンの革新的な建築家と教授のグループで、有名な参加者には、コーリンド・トエルナー・セディグマンがいた。ヘイダックによるものとヘイダックに関する研究を発表している現代の理論家、研究者、学者には、ケイマ・イケル・ヘイズの他には、マーク・リンダー、R.E. ソモル、アンソニー・ビドラー、 およびルナタ・ヘイ・デュークラがいる。ヘイダックの作品の大部分はケベック州モントリオールにあるカナダ建築センターに保管されている。2019年、話せ法が率いるプラハのチェコ工科大学建築学部の学生がヘイダックの図面に従ってオブジェクトローリングハウスを作成した。このプロジェクトは最小限のモバイルビルディングをテーマに、 サマースクール・オブ・ビルディングのスタジオで作成されたもので、建設は2019年10月と11月に行われた。建物は2019年11月11日に、ベルベット革命30周年を祝うために、アレナ・アラム・コバエのそして彼女の90歳の誕生日のための贈り物として発表された。ありがとうございます。